この番組は有限会社小林船舶設計がお送りします。こんばんは。始まりました第1回放送、パーソナリティの田中です。前回の動画でですね、すごく緊張してガチガチになってしまいまして、今回はそこをまあなんとか克服してやっていきたいと思います。はい、本名の方がですね、田中俊樹なので、としちゃんと呼んでもらえたらと思います。今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてちょっと声が聞こえたかとは思うんですけれども、はい、自分一人だとちょっと心細いんで、会社の仲間たちを呼んでおります。ちょっと紹介させていただきます。ではどうぞお願いします。はい、田中くんの同僚の宇高と申します。今日はよろしくお願いします。はい、拍手。はい、そしてもう一人。はい、梅沢と申します。先輩方のサポートをできるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、この3人で収録していきたいと思いますんで、はい、はい、元気だけをしっかり出して、はい、やっていきましょう。はい、はい、ではまずちょっと一つ謝罪をしないといけないことがありまして、いきなり謝罪から。いきなり謝罪から。第1回なんですけれども、はい、何でしょうか。はい、タイトルなんですね。番組のタイトルを決めてなかったんですよ。そら、え、タイトルない、この番組。そうなんですよ。名前のなき今のところ。そうなん、はい、そうか。ちょっと荒木さんの方に決めてほしいと言われとったんですけれども、はい、ちょっとこの場を借りて向かいに謝罪させていただきます。申し訳ございません。申し訳ございません。ございません。はい、で、ただ考えないというわけではないですね。まあ、僕とザーちゃんの方では、はい、うん、考えてたんですけど、はい、ちょっといい案が思い浮かばなかったんで、はい、まあ、今回聞いてくださるリスナーさん、の方だったり、うん、はい、もう出なかったらもう社内で全員で決めましょう。そうね、はい、それがそうですね、はい、僕も考えます。任せてください。はい、もうそしてまあザーちゃんの方がよく管理してくれてる、あ、はい、うん、Twitter だったり Instagram、はい、こちらの方でもちょっと呼びかけて、はい、はい、決めていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。お願いします。いい案がねあれば、はい、ぜひどしどしと、はい、ね、お願いします。お願いします。お送り先は概要欄までお願いします。今日喋っていく内容、はい、項目をちょっとダーちゃんお願いします。はい、今回船コネにお話ししていただく内容は、うん、船コネに登録してくださったスポンサー企業様の記事を見ながらお話しするのと、あと船コネが今まで活動してきた内容について、こちらも記事を見ながらみんなでお話ししていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、では見ていきましょう。早速いきましょうか。ね、スポンサーさん企業ごとにまでいきましょうかね。あ、そうですね。最初が、はい、はい、じゃあ来島ロックさん。はい、こちらが入社式の様子ですね。うちにないですよね。うちないね。うちない、確かにないね。はい、改めて思えば、まあちっちゃいからね。うん、まあ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 。でも心の中でみんな歓迎の心を持って迎え入れてますから。そうですね。はい。そう、でもさすが来島さんやね。そうなんですよね。人数が人数多いし、なんかもう写真の中でシャンデリアがもう感じる。すごいよね。シャンデリアか。ホースから見えるこの景色も綺麗ですね。本当ね。これ今年の入社式。そうですね。ね、うん、でこちらが、あ、人事の方がコミュニケーション
そのためですかね。このなんか船体も、なんか義乳特戦隊みたいな、まあ、義乳特戦隊ドラゴンボール、ドラゴンボールっていう漫画に出てくるあの悪役で、義乳特戦隊っていう宇宙人の悪い奴らがいるんですけど、絶対これす、もう、そうでしょ。これは義乳ですもんね。これ義乳の。ポーズ、それグルドですよ。そうですよ。はい。ほら、ちょっとこちらの方見ていただいたらと思いますね。はい。さあ次ですね。こちら、新人社員研修。これはじゃあさっきの入社式で入ってきた人たちの、そうですね。研修。うん。はいはいはい。内容が、うん、ソフトボール練習、チームワーク、向上度、星5、研修度4、下がるんですね。そういえば、ザーちゃんって、はい、ソフトボール、中学校の頃にソフトを、ちょっと今、やってました。はい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 、はい。そんなに強くはなかったんです。いや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 。やってますね。ザワちゃんだったら活躍しとったんでしょうね。そうですかね。次がしまなみアースランド研修、自然と触れ合い度5、体を動かす度5。これはあれよね、同じ日にとかじゃなくて、そうですね、こんなことを、あ、14日間、はい、4月1日から14日、はい、合同研修、はい、長いね。そうですね。結構長いね。まあ、しっかり大事に育てていっているっていうのが。はい、でも、実際、新しく会社に入って、こういう研修って、すごい大事な、かなと思いますね。人数が少なかったら、すぐにこう、ね、コミュニケーションを取る機会多いけど、ちょっと大きい会社になって部署が離れたりしたら、同期が誰とかも分からんままっていうね、こういう研修したらね、仲が良くなるというか、相手のことを知れますもんね、とっかかりがね、生まれるけんいいかな、かなりなんか上からな感じですけど、すごくいい、この研修だったら僕も参加してみたいです、ね。そうなんですよ、僕もしたいなと。まあ、他にも、どっちかな、研修。あ、SDGs。はい、すごい。はい、ちょっともう一回、ちょっとさっきの SDGs、そうなんですよ。サステナブル度って何なんですか？サステナブルってなんか、何でしたっけ？サステナブルって。頭の悪さが出てますね。もう言いながら僕もちょっとわからないですけど。サステナブル度ね。はい、まあまあ知ってますけどね。はい、あとで調べて、ちょっとこれはね、はい、調べておきましょう。はい、地方創生ゲーム。すごいね。あれやろか。東京会場に、協力で。はい、でもその他にも、この溶接の船では必要な技術ですよね。溶接の記事です。あ、これまた違う記事に。はい、別の投稿の記事、来島さんの。そうですね。まあ、研修の中の一つ。あ、なるほど、なるほど。はい、溶接があったり、ガス接だ。熱。はい。あ、鉄も。鉄のこぎで切れないですよね。そうですね。はい、確かに。すごい。で、これがクレーンですね。クレーンってでっかい、よく見えるやつです。その窓の外見たら、はい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 、ね、車走らせて近く通ったら、しまなみ海道なんか見えますよね。海道と仕事を考えてる、大きいのもあるし、小さいのもあるです、工場内の、クレーン、大きいやつはね、本当に船作った
部品の塊みたいなやつをこう、うん、釣ったりするっていうようなやつで、うん、ちっちゃい、うん、でも、うん、ちっちゃいパイプ1本であろうと人間の手では持ち上げれんから、200キロとかね、うん、あったら、うん、そういうのはこういうので釣り上げたり、はい、そういう使い分けをして、これはちっちゃい方ですね、うんまあ、それでこう、まあ、結んだりする技術。ああ、玉掛けね。まあ、落ちてきたら大変ですもんね。確かにね。こういう研修で、あれよね、使い方とか事故防止のためにもね、大事よね。はい、ね、うん、はい。安全大事ですからね。次の記事が、工場見学となったんですけど、新居浜高専の子たちの工場見学を受け入れてるみたいですね。うん、私たちも行きました。初めて船の上に登ったんです。あえ どんな船やった？どんな船うん、初めて僕が行った船ですね。僕はまだブロックだったんで、あ作り上げ状態の、そうかが初めて僕が行った船ですね。僕は、船を切ったやつですよね。そう船って言ったら大きいから、大きい船その一部分、そうね、細切れにした部分の、うんそうねうん、船のパーツみたいな。パーツ、うん、だから全然人が何にも乗れてしまうようなパーツっていう。でっかい。はい、結構あの広いけん、回るだけでも実感が結構上がったよね。僕が初めてこの、まあ、何度かこの古島ドックさんにお邪魔させてもらって、うん、ね、僕たちは設計が、うん、会社でもあるんで、自分たちで書いた船の、まあ、こんな船ができたんですよっていうね、見に来てくださいって呼んでくれたりすることもあって、行かせてもらったことがある。まあその船は僕が書いたわけじゃないんですけど、ですっごい大きくて、でじゃあ今から見に行きましょうかって言って、で船の、まあ、後ろ側から表前側までで、ずっと見て回るだけで1時間じゃ収まらんくて、足がもう痛くて痛くて、ってきて、まだ安全靴履いてますもんね。そう安全靴が重いもんね。安全靴がね、硬いし、で、ほんと、僕が見たやつは、PCC っていう。車の。そうそう、車をね。あるっていうか、うん、車を運ぶ船、ね。何千台って運ぶやつやから、こう。何階層にもこう分かれとって、僕が見たやつは十何階みたいな。はいはいはい。それはね、まだ作りよる途中ではあったんで、エレベーターみたいなものがあって、階段をこう、ちょっと上がっていって、上まで行き、って、もうあれはもう本当、いやでもすごかったな、迫力がね、めちゃくちゃ大きかった。それを作り寄るってことですよ ね。まあ、ぜひ今いろんな高校生、生まれた小学生とかの、まあ、全然工場見学できるんやったら、そうね、いい機会なんで、ぜひ、はい、そうですね、はい、次、はい、あこちらが、海上自衛隊さんの輸送船の記事ですね。これってこの前のやつです。あ僕たちが進水式、船が海に出るとこですね、はいはい、あそこで式典に呼ばれて、はい、見させてもらった船ですね、はい、海上自衛隊さんなんですね。すごくいい迫力でしたよね、はい、船が離れた時にバーンバーンみたいな、はいはいはい、重りがガン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 っていく、すごい、脚力すごかったね、はい、確かにね、しかもなんか船と同じ、なんていうんですか、なんか見学とかやったら登っているんで、全然やっぱ劣らない、大きさといった、でも、同じ目線ぐらいで見えたんで、余計に迫力が、はいはいはい、確かに確かに
なと思いました。うん、で、あの大きさのね、船がこう目の前でこう、ザーッて動いてるってね。すごかったね。この今治とかやったらこう造船所が結構多いけど、もしかしたらこれ聞いてくれよって人の中にもね、見たことあるよっていう人もいるかもしれないけど、僕ら初めてあの間近で見させてもらった。そうですね、大人になってから本当初めてです。そうだったね。子供の時見た景色と大人になったら設計をし始めての景色がすごく全然違って、確かに、ちっちゃい時見たやつもね、こう体がちっちゃい分うわーってこう大きく感じるとこもあるかもしれないけど、それでもね、自分が船の仕事に携わっとる上で見るのもまたちょっと違うよね。そうですね。大迫力だったね。海上自衛隊さんの方で午後も活躍される船ということで、そうですね、はい、はい、これはインターンシップの、はい、募集の記事ですね。陸ナビの方で、エントリーできるということなので、このラジオを聞いてくれている学生さんだったり、興味がある方はちょっとエントリーしていただいて、はい、ご覧していただけたらと思います。はい、これは、理系学生向けインターンシップなんですね。そうですね。この記事の中にね、リンクのあれも入ってますんでね、またぜひぜひ興味がある方は、ご覧ください。はい、福島六子さんはとりあえずちょっとここで、まだたくさん記事があったんですけれども、はい、はい、そして次がこれは大西塗装さん、はい、はい、はい、こちらはライフプランニングで人生を、夢を叶えましょう、ライフプランニングしたことはありますか？ないです。ね、人生もノープランで僕は生きてます。でも僕ら設計士なんで、人生設計船の設計してたらもう自分の人生の設計する余裕なんかないんですよ。ないですよね。もうそうですね、はい、人生設計ってなんかもう膨大すぎて、まあ確かにね、何をどうしたらいいか、明日何しようとかじゃないもんね。そうですね。確かに。じゃあ聞いて、5年後、10年後、20年後の自分がどんな人生を歩んでいるか、イメージできていますかという質問に対して、僕たちはできてないですね。そう、残念ながら。ノープランです。はい。でもそれを手助けしてくれるっていう企業さんがあるよという紹介ですね、こちら。はい、これは大西塗装さん、はい、がでですね、この人生設計を手助けしてくれる企業さんに、お話をお伺いしましたという。なるほど、なるほど。はい。お金もそうですよね。今の時で言うと、株だったり。確かにね。はい、節税っていう言葉もよく聞くと思うんですけど。資産運用的なね。はい。ファイナンシャルプランナー、はい、はい、はい。はい。相談しましたと。大事ですね。じゃあね、はい、何かあったとき、いかんときね、うん。そうですね。この度、弊社の福利厚生の一環で、連携してくださることになりました。じゃあ社員さん一人一人が、はい、福利厚生で、希望があれば、人生設計を、相談を、プランナーの人に相談できますよ。すごいね。あんまりこういうのって、聞いたことはないかな。ここまでね、やってくれるっていうのは、そういう人って。すごく会社を挙げて、従業員のためにということで、すごい取り組みですよね。これも本当福利厚生の一環としてね、すごいね。そして次が
ってました。SDGs ね。はい。今流行り、噂の。はい。先ほど、はい。クルズマドクさんに SDGs についての研修を受けられてましたね。うちも若干出ましたよね。SDGs、社長の方から。ああ。はい、聞けなかったで、聞けましたよね。聞けました、聞けましたか。向こうの、じゃあ掲示板見ておいてください。貼ってます。SDGs? はい。向こうの掲示板？はい。足つぼのやつとかではなく。ダク。ちょっとどんな会社かちょっと分からないようなパスですが。はい。こういう取り組みも大事ですかね。はい。まあ、僕たちはちょっと苦手な分野かもしれないですね。あまりね。喋れてないですね。どういう取り組みをしてますよっていう記事ですね。取り組みをしますっていう。あ、はい。まあ、持続可能な社会です。本当は大事ですよね。うん、そうですね。はい、はい、それいいでした。はい、そして次が健康経営有料法人認定制度。健康、健康、はい、まあ、大西塗装さん自体が塗装、船の塗装になってくるので、はい、昔の意味で言うと、まあ、健康を損なうんではないかっていう、まあ、体力的にも必要になっていく記事になってくる、あ、仕事にはなってくると思うんですけれども、うん、はい、まあ、そちらの方で、何でしたっけ、健康経営の認定証を、まあ、もらいました。あ、ということは、もう公認の、そうですね、そういう健康への配慮、はい、対策はバッチリですよっていうことですね。おそうですね。まあ、確かに技術も進歩しそうんで、うん、はい、昔のイメージっていうのはもうどん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 変わってくると思うんですよね。これラジオだから映像がね、ちょっとこの記事は映って、うん、これないんですかね。映らないんですよ。そうか、今僕たちが見てる記事はね、この認定証がねバーンと載ってますからね、うん、立派なやつが、はい、ぜひ見てほしい。うちの会社もちょっと健康には考えないという感じですよね。まあ、なんていうか、運動不足で。そっちなんですよね。デスクワークが重いやからね。はい。確かに、確かに。女性は大丈夫だと思うんですけど。そうね。あと自分含め。ね、まあ、我が社の男女で行くと、男性の方が、肥満率が高めなのかなというのは確かにあります。はい、認定証もろて、はい、うん、認定証もろて、何の活動で認定証もらう？散歩とか、お昼休みの散歩とか、走りに行きますと、走りに行きますね。でも、まあ、この、これでもすごいよね、この職種的に、はい、リスクがすごい、まあ、っていうイメージのある職場、うん、職場というか、まあ、うん、仕事だけども、こういう認定証を取ってるってことは本当に、うん、もう対策はもうバッチリやってますよってことだからね。はい、そうですね、うん、はい、素晴らしい、はい、健康経営の記事でした。はい、次は、はい、こちらがサンドブラスト、これが噂のサンドブラスト、サンドブラストですね。サンドブラスト、はい、ゾワちゃん、サンドブラストって何？私は知らなかったです。はい、僕も知らなかったです。じゃあもうこのね、記事の中で、はい、今ちょっと音がちょっと入ったりするので動画は再生できないですけど、記事にね、はい、サンドブラストしてるところの動画も、はい、載ってます、ね、載ってますんでね、ぜひ、ね、結構な迫力が、はい、あったんですね。そうですね。音がブーッと、うん、いっぱい出て。ただ、まあ、この船の、まあ、作る段階ですよね。その段階では、こういった、まあ、ちょっと言葉だけなんであれですけど、暗いところの中でもこう作業を
しないといけない。はい、これちなみにサウンドブラストって言ったら、はいはい、この CD もちょっと説明されてますね、記事の中でね。船舶、はいはい、のサビ取り用の技術、アメリカで考案する、要するにサビ取りってことです。これを砂を吹きつけて、はい、なるほど。なるほどね。それであの動画、あのちょっと僕動画見たんですけど、はい、音の方がなかなか迫力もあったんですけど、ね、音も結構すごかったのは、うん、それを吹きつけてるから、はい、そうですね。吹きつけたらサビが、そういうことです。さっき読んでもらったんですけど、いろんな書いてますね。砂だけじゃないよっていうような、はい、ことも書いてるんで。植物の種ってすごいね。ですね。うん、まあ、ここはもう職人の方、まあ、本来の職種の方に説明してもらわないと、確かにね。多分僕たちの口で説明しても軽くなっちゃうんで。ですね。ぜひこのね、記事、はい、見てもらって、はい、もうどれも見てもらえたらもうばっかりです。はい、はい、それでですね、大西とさんはこちらで以上になります。はい、さあ続いて、まあ、残り2社ですね。2社、はい、こちらが、はい、尾道会議学院さん、はい、はい、あの船の乗組員さんの資格を取るだったり、あと、まあ、お魚釣りしたいなと。で、船の免許が欲しいってなったら、はい、こちらの方で。ジェットスキーもやってるみたいです。あ、はいはい、あ、会議っていうのは、海に、海っていう感じに、はい、技。技です。って書いて、会議学院。はい。これは、この記事は？この記事は船じゃなさそうですね、これは。そうですね。これは、サーフ？サーフボード。サーフボード。はい。はい。はい。まあ、担当の方が平川さんなんですけど、はい。特にもうインスタが映えてるんですよ。めっちゃ映えてますね。うん。そうなんです。はい。で、まあ、こちらの記事読んだら、ジモティで譲ってもらったサーフボード。そしてそれを、ウレタン塗装を。自分で。行いましたと。すごい。ビフォーアフターも持ってるんですよ。へぇ、ちょっと見てみたいですね。はい。元の記事っていうのが、うん、すみません、自分の方は用意しないですね、今回。はい、まあ、でもすごい、中古っていう、大阪のサラリーみたいな、ちょっと痛みがあって、塗装のハゲとかもあったのかな、元ね、はい、すごい綺麗になってますよね。はい、それも、この、なぜかな、その学校で学んだ技術の一つということ。すごいですよね。この平川さん自体の技術がすごくて、はい、中古艇を買ってエンジンを付け替えて塗装も全部やり直してすごい。そして、まあ、船に最後名前を付けて、あ、僕がざっと覚えてるだけで3隻ぐらいは船持ってるはずです。すごい、はい、すごいですね。はい、これなんだ、アウトプット。うん。すごい。サーフボードの塗装なんかお手のものなんだな。うん、ですね。からしたらね。もう、船ですからね。本当。平川さんは、まあ、この大学院の、まあ、先生という感じです。はい。はい。で、次の記事が、はい、海外学院さんの、こちらが、あ、出てますね。あ、ビフォー、本当だ。全然違いますね。さっきのめっちゃピンピカピン、はい、になってましたね。これじゃあ、広報記事の方ですね。あの、マリンテクノさん、大学院さんが配っている広報誌。はいはいはい、はい、はい。その中に、ちょっとお得な情報が入ってるよと。ちなみに、浦和さん、はい、車の保険代金って、はい、年間いくらぐらい払ってるんですか？年間、まあ、僕はそんなに高いのは入ってないので、はい、数万円ぐらいかな。うんうんうん、しますよね、でも。まあ、それでもやっぱりね、はい。入ってますね。これ1年間3000円。船の
保険代金みたいですけど。はいはいはい。安いです。車と比べたら、うん、1ヶ月じゃないもんね。うん、1年か。まあ、そのお知らせという形の記事でしたね。はい。はい。の記事、あ、これがあのおっしゃってた。そうです。船の中古艇をアレンジして、はい、自分で回収して、はい、へー、すごいおしゃれじゃん。この今ちょっとあの海に桟橋のところで繋がれて海に浮かんでるやつね。撮ってるんです。撮ってる写真を今見てるんですけど、さっきのサーフボードと同じ。同じカラーね。オレンジとブラックと。はい。おしゃれやな。はい。でこちらの生地が、まあ、剪定塗装。で、まあ、消耗品の交換。僕は車でもできないですからね。そう考えたらすごいですね。まあ、やっぱり教員をやるっていうことは、はい、それだけきちっと技術がないと、そうなんですよね。教えれないと、はい、絶対お会いしてお話ししたことあるんですけども、やっぱり経歴がすごく面白い方で、まあ、どこかでこの、あのくねこねの、はいはいはい、このラジオの方でも出てもらいたいぐらいの、あ、そうなんですね、はい、いずれね、ゲットとして、はい、お呼びしてね、ちょっと、もし、うん、あの船買うときとか、はい、あの自分でちょっとやりたいなっていうときのアドバイスとかもね、もらってね、はい、そうですね。で、こちらが最後の記事になりますね。はい、これまたなんかすごい映像ですね、これは。男の子の心をくすぐりますよね。火災の写真で、はい、STCW 基本訓練ですっていうタイトルなんですけど、はい、まあ、いわゆる火災訓練ですかね、はい、STCW 条約というのがあるみたいで、はい、まあ、それに伴った訓練にはなってくると思うんですけど、消防服、まあ、何かこう、ドラム缶、火を吹いたドラム缶に向かって消防服を着た人たちがね、はい、こうホースを抱えて映ってますけど、うん、消防服着た人たちが訓練を受けている人たちって、乗組員の方たちっていう、こんなフルセットの消防の、なかなか着る機会ないですね。ないですね。こちらの写真の中は煙が。船の乗組員の命がけです。実際にこう消防設備っていうのはね、うん、いろんなものが備わってますけど、はいはいはい、いざっていう時やっぱり伝えないと、ね、うん、意味がないから、うん、はい、こういう訓練が、ね、あるんですね、はい、日頃から。何でも自動化っていうわけではいませんもんね。以上ですかね。はい、お名前は大学院さんの記事になりました。はい、はい、では次が、はい、最後、続いてが最後、もう、はい、スポンサーさん企業は最後になります。はい、あっという間ですね。はい、こちらの企業さんなんですけれども、はい、日食機店株式会社先日スポンサー登録してくださった企業さん、誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、まあ、日徳さんの方が、はい、投稿されている記事は、こちらの企業さんが、あの、ね、船主さん、うん、はい、海運会社になりますんで、はい、船の写真がめっちゃ多いんです。あ、なるほど。はい、しかも、あの、遠目から撮っているのじゃなくて、実際に船の上から撮ってるやつとかもいっぱいあるんですね。はい。で、シリーズとしては100日後に入居する、はい、という形で1日目で2日目で3日目と、そして、まあ、今回の収録ではこの3日目までなんですけれども、収録後、はい、4日目、はい、はい、これぜひね、見てほしいですね。はい、そうですね。うん、自分たち設計はするんですけど、うん、その、造船所が出ていった後の船って、なかなか見ないですよね。見る機会ないですね。うんうん、
で、まあ、その行って頑張ってきた船が戻ってきて、うん、また綺麗に生まれ変わるっていうことだったり、メンテされてっていう、うんはい、この写真もなかなかこう現場に本当に行ってる人じゃないと撮れない写真っていうのがいっぱい並んでるので、はい、うん、すごいなんか見てても、うん、あ、こんなところ見たことないなって言ってるのが多いね。はい、うん、これ怒りです。そうね、怒りよね。うん、形が想像したのと、うん、漫画とかだったらね、そういうよくあるね、はい、ちょっと怒りになって飛んだってるやつってあるけど、はい、実際はなんかちぎれたスコップみたいな感じの。違うね。そんな感じでしょ、これ。先っぽがこう、バーンってなくなったスコップみたいな。表現にしちゃう。ちょっと他思い浮かばんかったかな。確かにね、これって設計してても、この形って出てこんからね。あ、うん、僕たちの設計の中ではあんまり出てこん、うん、目にすることってないよね。うんうん、これがじゃあ、ね、こういうの写真と一緒に記事が100日までずっとこう投稿してもらえると、はい、公開の場合はもう100日後に入居する、もう入居して何日っていう。あ、今なるほどなるほど。まあ、次の船のシリーズとかになってくると、はいはいはい、また変わってくるかもしれませんね。そうですね。設計してる自分にとっては勉強教材のように見させてもらってますね。そうですね、毎回すごい興味深いが多くて、うん、学んでます、はい、学んでますね、うん、学びを得てますね、この時から、はいはい、そして、はい、次の記事、これがメリクミンの誕生日パーティー。これね、僕一番気になってたやつですね、今回の、はいはいはい、うん、今回の記事の中で一押しですね、うん、一押しですね。写真をよく見たらね、安らかに調理されてる。そうです、うん、こんなリアルなの初めて見ました。やっぱ言い越しますね、みんな。メリクミンさんの誕生日パーティーの記事なんですけど、はい、豚の丸焼きなんで出ることあるっていう。はいはいはい。まあ、こちらがあですね、海外の方、回ってる船なんですね。ああ、なるほどなるほど。はい。で、乗組員の方たちも、外国の方が多いということで、そういった日本とは違った文化。はい。すごい大迫力の。写真に、うん、その豚のね、いや豚だけじゃない、はい、でもすごい楽しそうですね、うん、すごい飾り付けもされてて、うん、その誕生日の会場というかね、うんうん、でも船の上で見られてるって、そうです、ね、みたいですね、うん、ここね、あ、なんか、うん、プールも、お、それはちょっと次の記事ですけど。あ、すいません。はい。いやいやいや。プール、またちょっとそれ次の記事の楽しみです、ね。そうですね。はい。お楽しみ。お楽しみ。まあ、船って大きいんで、なかなかプールなんか、まあ、みんな、海に飛び込めばいいんじゃないってこう思うんですよね。そうね。船の上でプールってっていう感じかもしれないんですけど。はい。お忘れなのは、やっぱ船って大きいんですかね。いいですか、じゃあ僕すごい気になっちゃってるんで見せてもらっても、はい、ちょっと収録中まだ投稿されてないんで、なるほど、あ、はい、まだお預け、収録後まだお預け、じゃあちょっとあんまりこう言ったら、そうね、まあ、手作りプールということで、はい、すごいですね、お楽しみにということですね、うん、はい、そうですね、はいはい、はい、が以上にしとく海運さんになりますね。はい。どうですか、スポンサー記事こうやって見てみて。どれもすごい興味深い。うん。多いんで。はい。どこ？うん。こうやって船コネの活動をし始めて、自分たち以外の業界を見るようになって、かなり勉強になる。知らなかったことがどんだけ多かったんだっていう。確かに。はい。なんか例えば
その同じ船舶業界、まあ、これ船コネっていうサイトのコンセプトでもあると思うんですけど、この船舶の業界というかで、まあ、この記事のスポンサー記事、先ほどまで紹介してきたスポンサーたちの中でも、その造船所さんがいた、ね、記事上げてくれてたり、はい、塗装とか、はい、選手さんとかで見てたら、はい、まあ、その写真付きで見とったから余計になのかもしれないんですけど、はい、それぞれやってることはやっぱりそれぞれ違う、ね、違うけど、でも船舶っていう、まあ、船は全部共通である、なんか不思議な感じがしたの、うまく言葉にできんけど、はいはいはい、全部船関連のものを写っとるけど全然ちょっと違うよな、はい、みたいな、でもやっぱり同じ船の業界として、はい、ね、面白かったんですよ、はい、面白かった、まあ、こうやってこう見せれるところを見せていけたら、まあ、この業界もちょっと変わってくるかなとは、ね、はい、思うんで、はい、自分たち設計も上げるといかんですね。そうなんですよ、はい、写真がいいかな、地図ね、ちょっとどんなのが気になるかっていうのもちょっと気になるところですね。確かにね、まあ、確かに確かに僕たちでは当たり前の光景がやっぱり当たり前じゃなく映るかなと、はい、確かに確かに、そう、僕たちからしたら本当言う通り当たり前のことが、全然この業界を知らない人たちから、そんなことやってるのみたいなのね、いっぱいあるかもしれないし、はい、自分たちもね、設計会社という立場で発信のでどんどんしていかなかったんですね、はい、はい、そうですね、はい、次じゃあ船コネの活動の記事についてまたお話ししていきます、はい、活動ですね、はい、はい、では、まあ、一番最後の方からいきましょうかね、はい、一番最初、うん、はい、まず船コネっていう、まあ、サイトを作るにあたって、まずスローガンを決めようと、はい、そして、まあ、結果ダバちゃんの案が、はい、はいはい、採用されたんですけれども、なるほど、はい、さすがですではちょっとこちらの方ちょっと綺麗な声、え、はい、どちらいいんですかこれ、はい、あなたにとっての渡り船というスローガンを考えさせていただきました、はい、はい、これは、渡り船っていうのは、はい、そのこの世に存在しない言葉なんですけど、その渡りに船っていう言葉をアレンジして使った言葉なんですちょっと難しいんですけど、みんなで案を出し合うっていう時に、その船に関する、はい、ことわざとかを調べて出てきたのが渡りに船だったので、それでその渡りに船のことわざの意味がすごい船コネにいいんじゃないかなって思って考えさせていただきました。なるほど、なるほど、それでこうあなたにとっての、私にとっての、みんなにとっての、はい、渡りに船からの渡り船合ってます、そからの急に声になったマストラ素晴らしい、 いや、うん、こう僕が決まってからこれになりましたよ、はい、って聞いて、ああなるほどなって思ってたけど、改めてこういう意図でっていうのを聞いたら、すごいこう短い言葉の中にもね、まあこの自分たちが運営するスローガンを褒めちぎるっていうのもどうかと思うんですけど、でも今すごいいい感じで考えられてる、すごいなと思う、はい、裏話で言うとこの時ちゃんと考えてきたのが、はい、ザワちゃんだけ、あれあれそんなことがありましたっけ、集まったメンバーこうはい発表ってなった時に、はいはい、このモーダーちゃんの、はい、もうこの言葉で、まあ、みんな感銘を受けた、もうこんなん出されたらもう温めてきとっても何も言えないからね、それそれこの僕の出せんわってなるでしょこれを何とか崩して他のにしようかっていう話はしたんですけど、いやそれはダメだこのまま
るほどですね。はい、こんな感じです。はい、そうか。はい、で次のツイッター記事に行きましょうか。はい。ツイッター、インスタグラム。はい。でこちらはもう、ザーちゃんの方が、主に、はい、はい、運営してくれている、はい、SNS ですね。はい。はい、実際どうですか、ツイッター、インスタって、やっぱり、反応はいいですか？新ジャパンに行った時のツイッターの、はいはいはい。反応がすごい良かったと言います。うんうんうん、皆さんいいですって言われたんで、はいはい、あの時ずっと疲れてたもんね、はい、もう最後の方、はい、めっちゃそうでした、うん、初めて営業っていうのをちゃんと営業っていう、はいはいはい、自分から話したくて、はい、うん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 、初めてやったんで、すごいすごいドッときましたはいはいはい、シージャパンね、東京、はい、2年に1回のイベント、大きな。で、ね、行って、はい、ね、これを、はい、アピールできて、はい。はい、一緒に回ったんよね。はい、回りました。2人は、はい、2人で最初回ってて、まあ、何社か回ったら、こう、ちょっと数がやっぱり膨大にあるんで、新田さんの。これちょっとまた分かれると間に合わないなということで、説明してみると、ちょっと僕がスパルタ教育をしてしまいまして。ポンと放り出されたら、その場を借りては、ちょっと今、いただきます。申し訳ございません。どうだった、まあ、疲れたけど、こう楽しかったというか、そうです、勢いで。すごい、これもまた、いい体験を、はい、そういったあの広報活動を、はい、まあ、くねこねで行っている活動なんかを、はい、あのツイッターとインスタグラムで、はい、いろんなダーちゃんが、うん、もう広めていってくれるということで、ね、ありがとうございます。はい。はい。ね、はい、確かまたこの後、またツイッター、インスタグラムで、あの、ズームの説明会ですかね。そうですね。はい。についてもまたお知らせしたいと思います、ね。はい。はい。こちらもご覧ください。はい、お願いします。はい。で、次の記事が、はい、これ、フルネコネ制作会議とあるんですけれども、はい、こちらが、あの、週に1回でしたかね。そうですね、うん、今はなくなって、うん、最近はもうなくなってますけど、この骨を解説してから解説する、うん、まあ、どんな DM を送ったらいいかとか、あと、まあ、どんなサイト構成にしようか、本当にあの初期の、そうですね、みんなでしました、なんか、まあ、会社の若いメンバーが集まってたんで、うんうん、アイディアはポンポンと出るんですよね。うん、ただまあ、危ないアイディアも出てたんですよ。危ない、危ない、まあ、ちょっとこれやっていいのかっていう。あ、まあ、そこはちょっと上の方たち。そうですね、うん。もう判断してもらって。じゃあ、ボツになったアイディアで書けないやつがいっぱいあった、ね、ありましたね。まあ、若さゆえの。なるほど。なるほど。はい。なるほどな、はい。そして次が、はい、あ、これが入りましたね。昨年末の挨拶回り。はい。はい。はい。あの、まあ、いつも小林船舶設計の方で、はい、まあ、配管設計の方で取引のある造船所さん、の方に、まあ、船子ね、できましたよっていう挨拶をしに行った時の記事ですけれども、まあ、この名刺まだ使ってますので、はい、そうですね、うん、まあ、持っていった資料がだいぶ古いですね、これ今見たらね、はい、2万特別ですね、今持っていなくて、こう振り返ってると、まあサイトの中身もそうなんですけど、こういった資料とかも、うん、
ってますよね、これね。確実に。そうですね、これと比べたら。もうカラーじゃないやつが多いもんね、この中のね。いやー、そっちは大変申し訳ございませんでした。確かに。これをもうお渡ししてるってことで、はい、もうあの時は必死やったからね、そうですね。はい、必死で作って、うんで、ちょこちょこ改善して今になってる。そうですね。今ももっと変えるとは時間とは思うんですけど、今後もね、はい、こうやって残っていくということで、はい、はい、で次が、はい、ロゴができるまで、ロゴができる、まあ、このロゴもそうですけど、くねこねという名前も、はい、当時の社員の方が決めてくださって、はい、そしてこの赤と黄色と青にも確か意味があった。この3色にそれぞれ意味があるんですか？はい、らしいですよ。信号機ですか？え？赤、赤と何言ってるのか一瞬分からなかったんですけど、まあまあ信号と同じ配色ですよね。色的に信号機かな？そういうこと。もう直感で話しますからね。確かに。はい、僕が思うのは、この、なんかな、この水色はまあ海を表してる。はい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 。水。で、この赤いのは情熱の赤なんですよ。はい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 、はい。これ、アップルかな。黄色、黄色は、あれですよ。この、この海と情熱をつなぐための優しい色。ちょっと苦しいですね。黄色がわからん。はい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 。なんでしょう。なんなんですか本当は。そしてこうやって僕も言ってますけど、うん、知りません。わからない。答えがない。はい、答えは答えがないの。はい、まだ担当してくれた方に。はいはい。でも確かこれはこの3色っていうのはGoogle さんとかイメージないですか。赤、黄色。確かに確かに緑。あと某兄弟のアナッセっていう、某兄弟メーカーさん、うん、はい、もう配色した人人間が活発、活動し、したくなるような配色っていうのは言ってた気がします。なるほどね。はい、答えがないのに僕の2人はああだこうだって言わされてたわけですあ、僕が悪者みたいですねまあまあまあ、いいとしましょう。まあ、なるほどね。まあ、それの、まあ、形になるには、まあ、どんな感じだったかっていうのを。はい、うん。はい。またこれもぜひ、すごい後ろに遡ってもらわないと見えないと思う。あ、そうですね。なんか、これ、ホームページの中の記事でも最初の頃やから。はい。そうですね。ぜひ、はい、過去の記事のログも見てみてください。はい。はい、では次最後にしましょうかね。はい、はい、これは大西塗装さんが大事なされた時の記事なんですけど、まあ、インスタから見ていただいて、はい、まあ、こういうサイトができたっていうのをちょっと報告した時にいち早く連絡があって、ちょっとお話をさせていただきたいということで聞いてくださった。ありがとうございます。企業さんが大西塗装さんでしたね。嬉しかったですね。はい、そうなんですね。本当に嬉しかった。興味を持ってくれてるんだ。はい。嬉しくなりすぎて、これもうすごくダラダラ長々書いちゃいましたね。この文章の長さが、思いが溢れとる。いや、でも実際これすごい、なんか見てても伝わってくれますもん。はい、うん。あ、で、先生でも。そうなんですよ。本当だ。なんていうか、あ、違うもん。へえ。顔2個分ぐらいの。へえ。こんな大きいポン酢があるんですね。はい。へえ。で、これが確か大西塗装さんの方の、お父さんの方が昔作られていて、でも今は自分の方で販売してるのも JA さんの方で販売をしているということなんですけれども、はい。もうそちらの方を。はい、持ってきてくださって、はい、ありがとうございます。はい、ぜひ、はい、こちらのすだちポン酢はたこ焼きパーティーですね。この弊社も
あの時に使った。あれ、はい、あのいただきました。ありがとうございました。はい、その説はごちそうさまでした。どうおっしゃってるの？うん。はい。とりあえず今回の活動報告はここまでということで。はい。はい。では、はい、第1回、はい、いかがでしたか、3人。まあ、僕入れたらいかんわ。奥さんからどうでしたか。そうですね。まあ、途中ちょっと緊張は抜けてきましたかね、うん、そうですね、最初結構やっぱり緊張して、はい、うん、リハーサルの時すごかったですもんねリハーサル一回挟んで参加させてもらったんですけどね、はい、まあやっぱりこう改めてこのラジオのパーソナリティをこうやってる方ってすごいなと思いました、ね、うん、いやですね、うん、いつも会社の中でもラジオ流れてますけど、そうそう、ね、ちょっとそこと自分たちを比べたらやっぱり、うん、まあとてもじゃない、うん、まあね、向こうはもう、うん、もう何人もやってる、そうですから、まあ、自分たちにちょっとずつ、うん、まあ、近づけれるように頑張りましょう、うん、今後もね、はい、はい、では皆さん最後締めですかね、はい、あなたにとっての渡り船になれるよう今後も活動を続けていきます。では、また。